パイオニアアラート。はい、こんにちは、パイチューバーの八野でございます。今日はですね、パイオニアアラートということで、こちらはね、英語のチャットに流れていた、ね、情報です。はい、こちらをね、お伝えしたいと思いますけれども、パイオニア、パイアカウントを保護するために、電話番号や電子メールなどの他の個人情報を絶対に教えないでください。新しい KYC のニュースでこの情報を求めるウェブサイトがあります。詐欺に騙されないでください。 KYC への唯一の方法はこのアプリのコアチームからの招待からです。またパイアプリのチャットルームに個人情報を投稿しないでください。右手にあるこの情報は後で獲得したパイを盗む可能性がありますと、ね、いうことで、アラートね、流れていますので気をつけてください。今ね、KYC、10万人抽選でね、依頼が来るんですけれども、まあ、それをネタにしてね、詐欺をやっぱりね、考えている輩がいるらしいということで、KYC 当選した場合は、ね、アプリの方に、運営の方から連絡が来るそうなので、アプリ以外でね、KYC のためになんか連絡が来るということはありません。で、ね、多分ですね、皆さんメールアドレスとか登録してないはずなので、ね、パイネットワークに対してメールアドレスとか登録してないはずなので、メールとかで来ることもありえません。ね、パイのあのアプリから、運営の方からね、あなたが KYC の10万人に当選しましたというメールは、連絡はアプリには来ますけれども、アプリ以外からは来ないので、間違ってね、間違ってっていうかね、詐欺には騙されないようにしてくださいと。で、あとですね、私、まあ、日本の方は大丈夫だと思うんですけども、外国の方とかはね、結構ね、平気で、携帯電話の番号をチャットルームにね、バンバン載せてたりするので、ね、そういうことはやめましょうと。ね、悪用されたらね、大変なので、まあ、日本人の方は多分大丈夫だと思うんですけども、ね、そういったね、情報も載せないように注意しましょうということでね、パイオニアアラートとして、英語のサイトで、英語のチャットルームで流れている情報を共有させていただきました。はい、そしてですね、KYC については、こちらの動画をぜひね、見ておいてください。10万人抽選で、まあ、今回ね、KYC 選ばれる可能性がありますけれども、まあ、今回選ばれなくてもね、第3フェーズに入ってから皆さん必ず KYC やることになるので、はい、そこのね、認識だけしっかりね、理解しておいてください。パイネットワーク、まだ始めてない人はですね、ぜひですね、こちらの動画参照していただいて、登録してみてください。登録マニュアルと、あとパイの概要について話しています。このね、画面、スクリーンショット撮っていただいて、このQR コードからアクセスいただくと動画が見れるようになっています。まあ、認証ですね、登録した後で電話番号認証しなければいけないんですけれども、そこで認証がうまく通らないというトラブルが結構発生しましたので、そちらのね、対処方法についても動画を撮ってますので、それはね、こちらの動画を参照いただければと思います。で、登録も終わって認証も終わりましたと。じゃあね、2日目以降何をやればいいのとね、2日目以降どういうことが起こるんですかということをまとめた動画がこちらになりますので、ぜひね、こちらの動画、登録した人はね、必ず見ていただいた方がいいと思います。結構ね、やることありますので、特に4日目ですね、4日目にやることがありますので、ぜひ見てください。4日目と5日目、ね、ここがかなり重要なので、また別のね、動画を撮ってますので、4日目と5日目はね、絶対見ていただきたいなと思います。6日目はまあ、見ても見なくてもっていう感じなんですけども、ね、こちらの動画も、はい、ぜひね、参考に見てください。ね、動画の URL、このね、今ご覧いただいている動画の下に、ね、概要欄のところに URL を貼っておきますので、そちらからアクセスしていただければと思います。ということでね、今日の動画役に立ったよという方はですね、ぜひグッドボタン、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。はい、またね、パイネットワークに関してのいろいろな情報、知っておいた方がいい情報とか、そういったことを動画で、はい、報告していきますので、引き続きね、このチャンネルチェックしていただけたらと思います。はい、それでは、ハッピーパイデー。